漫画やった。全世界での発行部数2億冊以上、週刊少年ジャンプで絶大な人気を誇ってきたナルトが先月15年間の歴史に幕を下ろしました。このニュースは世界中を駆け巡り、海外のファンも大ショック。原作は30を超える国と地域で翻訳され、アニメも80カ国で放送されているナルト。今週末に迫った最新劇場版ザ・ラストナルト・ザ・ムービーの公開に合わせ、公式ホームページでファンたちのナルト愛を募集したところ、海の向こうから次々とこんなコメントが。ナルトなしでは生きていけない、ナルトは私の人生の一部だ、などなど。そして日本でも。おはようございます、乃木坂46の生駒里奈です。あー、ごめんなさい、すいません一枚じゃ足んないから突然生駒ちゃんが涙涙、一体何が。ナルトのどういうの始まるってばよ。くらえなせんがん。1999年に連載が始まったナルト。落ちこぼれの少年忍者が忍びの里の棟梁になるため、また仲間のために戦いながら成長していく物語。ライバルたちとの死闘や過去を乗り越え、世界の危機に立ち向かいます。自分の信念を貫き通す姿にファンはぞっこん。自分の言葉を曲げねえ、それが俺の人道だ。話が面白いだけじゃなくって、ナルトたちのこの言葉とかがすごく響いてきて、熱くなれるところが大好きです。ナルトが大好きな生駒ちゃんにある人物へのインタビューをお願いしました。こんにちは、乃木坂46の生駒里奈です。ナルトの原作者の岸本正史です。これまで一度しかテレビの顔出しインタビューに応じてこなかった原作の岸本正史先生、貴重な体験に生駒ちゃん思わず光栄です、本当に。いきなり流してしまいましたあ、ごめんなさい、すいません一枚じゃ足んないから感激のあまり涙止まらず、気を取り直して取材再開。仕事場だけに殺風景な部屋の中、まず目についたのがこれ。フリーザ様はなんでここにいらっしゃるんですか。もらったんですけど、連載貼っていろいろもう片付けちゃったんで、はい、取材に来られてもいじるものがないというか、それがないのであえていじってもらいたくて、はい、なるほど。この単行本は参考に。そうなんですよね、キャラクターとか大してデザイン覚えてないので、これそうなんですね。そうなんです、まあ、見ないといけないんですけど、そのキャラクターがまずどの辺に載ってたかがわからないっていう、ネットで調べた方が早かった。ネットですか続いてファン垂涎の超レアアイテムが登場。1話目と2話目と3話目4話目のあのネームですね。おお、すごい。17年ぐらい前、16年ぐらい前ですね。わあ、私が3歳ぐらいの時の。そうですね、修羅場でした。修羅場。3歳の頃修羅場。私が3歳の頃。他にも貴重な原稿が続々。さらに生駒ちゃん、ナルトの制作秘話も聞き出しちゃいました。なぜ金髪の少年の忍者の物語を作ろうと思ったのに。そもそもそのナルトっていう忍者漫画は外国から見た日本っていうのをコンセプトでやったので、ちょっと変わったことがしたかった。なるほど。目立ちたかった。目立ちたかった私コスプレも好きなんですけど、やっぱフランス人とか海外の方がやるコスプレの方が合ってるので、ナルトは、はい、いやでも僕拝見しましたけど。本当ですか。サスケが一番。あ、そうなんです。あのサスケの人気が一番高かったです、私の。今週末公開の劇場版、これまで描かれなかったナルトの恋愛がテーマになっています。カップラーメンでよけりゃ部屋に。おやすみなさい。え、何か用があるんじゃねえのか。岸本先生の恋愛を話とか、なんかそういう経験は入っているのかなっていう。少し入ってます。あ、どこですか。あのね、マフラーのくだりはちょっと。今回のナルト、女の子が編んでくれたマフラーが重要なアイテムになっています。スタッフ集まって話を作ってたんですけど、はい、今時マフラーってどうなの、みたいな。そんな、まあ、編むかみたいな話して、いやすいません、僕、今の奥さんに
編んでもらったんですけど、話がしてでみんなちょっとシーンってなる。さらに生駒ちゃんから先生も衝撃を受ける指摘が。絵の描き方変わったじゃないですか、はい、あの連載の最初から、はいはい、今までで鋭いですね。アニメが始まってから、うん、アニメにちょっと近づけるように書きました。アニメから入った人も、うん、もう漫画に手を取ってくれるし、うんうん、漫画から入った人もアニメ見てくれるから、すごいですね。結構バレてないと思ったんで。そして最後にナルトと目覚ましくんのコラボをお願い。連載が終わってからナルトの顔を描く機会が減っている先生、このイラストは超貴重です。目覚ましくんとナルトのコラボは楽しみ。どんな感じになるか、はい、ちょっと等身が違いすぎるんでね。完成したナルトと目覚ましくんのコラボイラストはこの後スタジオで。ということで先生に描いていただきました。お願いします。じゃん。わー、これはすごい。すごい。これいいな。目覚ましくんとナルトのコラボ肩組んでますよ。はい、ナルトがジャンプのキャラクター以外とコラボするとは本当に貴重なんですよね。先生の顔出しインタビュー自体2度目ですから、本当に貴重な取材に応じていただきました。